はいどうも、ゲーム実況者のうなぎです。一度皆さん聞いてください。これ5月に撮ったやつ、5月に撮ったやつだからちょっと内容忘れちゃったんだけど、今回友達の秋元と一緒に鬼ごっこした動画です。俺のリア友で秋元ってやつがいるんですけど、一応スプラトゥーン持ってて、でこの間一回遊んだんだ。その時にそういえば鬼ごっこしたよねみたいな話になって、でその鬼ごっこなんだけど、内容が普通さ、鬼ってさ、足速いじゃん。逃げる人より。今回その逆なの。逃げる方が足速いの。真逆でしょ？今回その、鬼の方が足が遅いっていう状況のね、どんな反応するのかっていう、まあ、いわゆるドッキリみたいなもんだ。秋元にドッキリを仕掛けた動画が、5月の動画が埋まってたので、今回お見せしたいと思います。ぜひご覧ください。あ、速ってこと？あ、もう動いていい。動けないやまな。いいよ、そういうの。はい、はい。はい、スタートスタート、スタート。はい。鬼どこだ？あ、いた。これはめっちゃ逃げるから。うわ、来た、来た、来た。名前わかんない。うわ、来た。逃げろ、逃げろ、逃げろ。あ、秋元なんか足遅くね？それあの、もう済みだから。早くか、秋元足遅くね？遅くね、お前。遅くないか。呪いな。亀だな、お前、亀。やばい秋元足遅いなぁ。え、消えた。え、消えた。よし、捕めた。捕まってないよ、何やってんの。何その技。この子めっちゃラグかったよ。ラグかったね、ちょっとね。うん。どこ？あ、秋元どこ？どこ行った？なんで隠れてんの、お前。いや、そう、今後押したいと。あれだからね。急に捕まんないからね、お前。俺知ってるよ、秋元の位置。見えないんだよ。あ、いた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 。姑息だな、本当に。え、そっちだろ。おわ、しゃれな。こいつ。こいつ。ひも、マジで、ほんとに。姑息だな。怒ってる。こいつ、こいつ、撃ってやろう。おっそ、おっそ、秋元、おっそ。いや、マジで俺もう、最悪だわ。これ、ちゃんとした鬼ごっこだから、これ。これが。煽りやがって。二刀流はどうかで捕まえたから、ね、捕まってないから動いてんだよ。いや捕まってないから動いてんだよ。これ 100% 捕まえたから動いてんじゃん。だってほら、あ、危ない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 。ナイスナイス。絶対ね、捕まったから。こいつ捕まってないって。ほら、登れないからな、なんだかんだ。あ、くそ、見てたか。見てるよ。見てないと思った。あ、くそ。これ、足が、足のさ。やべ。あ、わかった。もう攻略わかったよ、俺。お前、落ちろよ、ここに。ここに入れれば勝ちだと思った、俺。ってことはわかった。バカなやつが、バカなやつ。
あ、こいつバカだな、もう。これ勝ちだろ。これ勝ちだろ、もう。勝ちじゃない人出来ないぞ。これもうね、これもう捕まえて、もう。これ捕まえた？こいつはもう絶対捕まえてます。いや、こいつ、足めっちゃビリ早いな。これ絶対使われてたのもう。変わってないじゃん。ダメじゃん。使われてるもんだ。ダメだよ今のは。終わっちゃった。終わった。ああ、誰も捕まんなかった。結果は4対3で。違うな。4分の3だな。この動画ね。うん。鬼以外一足つけたらどうなるかっていう動画です。結構捕まえたぞ。捕まってないよ、誰も。